飯村さんこんにちは。今日も暑かったですね。今ねシャワー浴びてきてさっぱりとしてきたところでございます。お疲れ様です。今日ね広島の県北の方なら涼しいかなと思ったらそんなことなくて、山奥でも38度9度40度に達したところもあるみたいです。三好ってところとかね、セラってところに行ってきたんですけども、いやー全然でしたね。暑かったです。はい、山奥に行くとこの土砂崩れとかで警備をねされてるガードマンの方とか、事故関係者、事故のね、修理の関係者の方とか、青い服着てね頑張ってらっしゃったんですけども、いやもう暑そうでしたね。本当にお疲れ様でございますっていう感じでございます。それで今回のことなんですけども、そうなんですよ。私もね一つのことに依存する、最初は一点突破なんで、一個のことを徹底的に掘り込んでいくっていうのは私もその通りだと思うんですよね。で、一個のことがうまくいったら、例えば私の場合ね、アフィリエイトがものすごくうまくいったんですよ。最初アフィリエイトがうまくいったら次2本目の柱をすぐ作んないといけないなと思ったんで、うまくいってるそのね流れのいい時に次のビジネス、転売とかに入っていったりとか、セミナービジネスにしていったりとか、アフィリエイトを教える講義っていうのを作ったりとかしてね、そういうふうにやっていったんですよね。で、アフィリエイトをうまくいかせるためにはブログをやっぱり書かないといけないからっていうので、ブログライティング講座みたいなのやったりとかして、どん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 広げていったんですよね。まあ、それが速稼塾の基礎になって2013年をまあ支えてくれたわけなんですけども、2014年2015年とですね、アフィリエイトっていうのは順調に売り上げを上げていったんですけども、でもアフィリエイトで売り上げを上げ続ける人って本当にね少ないんだなっていうのが実感です。私はおかげさまで、大体ね5年間ぐらいアフィリエイトの、目いっぱいやらせていただいたんですけども、最後の2年間18ヶ月っていうのは本当に日本のねアフィリエイターのトップランキング、トップ5にもうずっと18ヶ月間乗るぐらい、もうすごい実績作って、自分でもよくやったなと思ったんですけども、さすがにアフィリエイトって一生はできないんでですね、アフィリエイトから徐々に別のものに移していかないといけないなってことで、まあ、投資系のことをやり始めたんで、その一つが暗号通貨だったりしたわけなんですけどもね。はい、それでカジノの自動ツールと株、株のウィンメディクスっていうのがあるんですか、はい、メタも株式会社、はい、の3点に投資しているのですけど、自分で稼ぐ力大事ですね。やっぱりビジネスをするのか、それともね情報発信をするのか、これはやっぱりやった方がいいと思います。情報発信なんて特にそうです。自分の感じたこと、ニュースを見て感じたこと、芸能人のスキャンダルを見て感じたこと、それからね有名人とか世界情勢、いろんな動きがありますけど、それを見て自分が感じたことを話していくのが情報発信なんですよ。だから本当に特別なスキルとかいらないんですよ。普通の人が他の人はどう考えるのかな、他の普通の人はどう考えるのかなっていう視点がものすごく大事なんですよね。ですんでね、私ねビジネスをやるときに、ビジネスっていうか収入源を作るときに、ビジネスをやる、情報発信をする、そして投資みたいなことをする、この3つなんじゃないかなと思うんですよね。いかがですかね。そのビジネスの中にアフィリエイトとか転売とかが入りますよってことなんですけどね。ビジネス、情報発信、投資ですよね。でもなぜかね、ビジネスと情報発信しない人が投資ばっかりするんですよ。これはねはっきり言ってすごく雲をつかむような話だと思うんで、私はお勧めしないですね。私はまずはビジネスをスタートして情報発信を手に入れて、投資っていうのは本当にね最後なんですよ。投資やったのっていうのは2015年ぐらいですからね。あ、2017年だ、失礼しました。2017年に投資を始めました。で、2015年から始めたのは例のやつとかねありますけども、あれ投資っていうよりも事業参加なんで、だからこの J コスメっていう会社がうまくいったら自分にも報酬、うまくいかなくなったら自分には損害が出るってことを承知で入ってるわけなんでね、ビジネス参加ですから、で、うまくいく時もあればうまくいかない時もあるって感じだったですね。で、FX のことですよね。FX は基礎から教えていくといただくことができますかってことなんで、それは全然大丈夫なんですけども、基礎講座っていうのを以前やってるんですよね。どこだったかな。ご希望がありましたら、FX の基礎講座、確かね、動画で4本か5本ぐらいにまとまってるんですよ。それぞれが5本か10分ぐらいのやつなんで、1時間もあれば全部見れちゃうんですけども、それをマスターすれば FX は基本的に勝てるんですよ。勝てるんですけども、これがマスターできないんですよね。本当にね、小1時間のカリキュラムなのに、これが突破できないんで、ほとんどの方は FX で勝てないんですよ。まあ、ですので、私もね、特別なことやってるわけじゃないんですよ。本当に、基礎知識とか、基本的な、まあ、いわゆる公式ですかね。ああいったものを知ってるだけなんですよ。テクニカルってやつなんですけどね。テクニカルをマスターするだけで、まあ、基本的には負けなくなります。なぜなら、テクニカルをマスターしない人が、たくさん FX の世界にね、9割以上いるからなんですよ。で、テクニカルをマスターした人とマスターしてない人が
9対1の割合で戦うわけですから、1割以下のマスターした人がこの9割っていうね、全然テクニカルが分かってない人、 FX をやっちゃいけない人がお金をもうバン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 放り投げているのをもう入れ食い状態なわけなんですよね。まあ、だからどっちになるかなんですよ。自分は FX ができてるつもりでずっとこっちの9割の方にいるのか、それともね、地道に学習して身につけて本当に地味で目立たないんだけども FX で勝ち続ける1割以下の方に入るのかなんですよね。で、この1割以下の方っていうのはずっと不動です。ずっと FX の世界から出ていきません。でも9割の人って負けてお金がなくなったら出ていって、また別の人がね9割を構成するのを繰り返していくんで、本当にねいくらでもお金が入ってくるようなパターンなんですよ。で、これを私はね、悪い言い方をすれば、学ばない人、バカな人が賢い人、学ぶ人にお金をどんどん献上していく仕組みだと思うんですよね。ですので、この9割の中の中から抜け出してこっちのね1割以下の方に入るために、私は学習をしっかり積むことだと思います。この FX ってのは種も仕掛けもないんですよ。本当にもう本当にこれ基礎をやるだけで終わりなんですよ。なのに基礎をやるのが嫌だからっていうので仕組みを頼ったり、システムに入ったりとか、どっかのグループ入ったら稼げるみたいに思っちゃったりするんですよね。ということなんで、飯村さんご希望でしたら、そちらのね、月収100万から500万を狙うための FX 講座の動画を探して、動画ね5本か6本だったと思うんですけども送りますので、その旨ねまたお伝えください。で、私がね FX を誰から学ぶかっていうことをもしね、まあ、聞いていただけるようでしたら、私は中村和富さん、中村トレーダーって方から唯一教わってるんですよ、ね、でこの方に学べばまあ勝てるんじゃないかなと私は思ってます。もちろん学んでも自分で学習しなければダメですけどね。だからこの中村和富さん、中村トレーダーの言う通り、言う順番でやれば、まあ負け越すってことはないですね。勝ちの道を進めると思います。私も本当それを実感してますしね、他の方もそうだと思うんですけども、やらない人っていうのはやっぱ勝てないんですよ。まあ、ですんで、その中村和富さんの速稼塾プレミアムって、速稼塾って名前つけてますけども、私が監修した、私も生徒である速稼塾プレミアムっていうものがありますんで、多分ねまだ受け付けてくれるとは思うんですけども、もしそちらの方ね有料なんですけども、確か35万円前後だったと思うんですけども、こちらの方ご希望でしたら、まだねプラスお一人サポートできるかどうか聞いてみますので、まあ、基本的にもう募集終わってるんでね、去年終わってるんでちょっと自信がないですけども、もしね有料でもしっかりと私が学んだところで学んでみたいということでしたら、中丸トレーダーの方にちょっと、ね、連絡をしておきますので、あとはご本人同士でお話しし合ってね、大丈夫そうだな中村さんということだったら飯村さん参加すればいいし、まずは無料講座をやって、それから力を試そうかということでしたら、私から無料のね動画を送らせていただきますので、それでもまあ十分勝てると思いますけどもね。ということなんで、一旦動画の方をちょっと止めさせていただきます。またご返信ください。では。